In Nashville, Tennessee, USA, the encounters began on September the 3rd, 1973. The Tennessean reported a sighting by a South Nashville homemaker and her three children, who described a distant light that changed colors, then a red triangular object with three white lights moving rapidly across the sky. Metro Police investigated but proclaimed the lights to be out of their jurisdiction. 1973年9月3日から始まった一連の UFO 目撃事件をナッシュビル UFO 遭遇事件と言います。当初その事件は一人の主婦と三人の子供たちの目撃によって始まりました。それは様々に色を変え、三つの白い光を伴った三角形の赤い物体だったと言います。そしてそれはそのまま空を横切って飛んでいったと言います。警察署はその光が何であったかを調べましたが、自分たちの管轄外だと主張したということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Real or hoax? An UFO in Nashville, 1989. ナッシュビルの UFO 事件 とブリストル島の謎の物体について考えてみます。まず最初にブリストル島の謎の物体なんですけども、まあ、精細な写真が何枚か手に入りましたんですけども、これ違った写真かなと思ったんですけど、そうではなくてですね、氷がこの右の方がですね、割れて下へかけて落ちてるんですよね。で、して下へ落ちてるの分かりますね。ということでこれ一つの連続性があるわけです。そして落ちて、まあ下の物体が傾いたと、そういうことなんですね。これは何かということなんですけども、一つの手がかりとしてですね、これ10本の黒い線が入ってるんです。10本ですね。私まあ他に手がかりがないもんですから、ここにまあ集中したということになるわけです、ね。それで、まあ、いろんな UFO を調べてみたんですけども、10個、いわゆるその、これも10個のまあラインというか、窓を持っているような UFO を探してみましたら、一つだけあったんですね。それが、1989年のナッシュビルの UFO 事件に出てくる UFO だったんです。で、これが、まあ、10個と10個。まあ、本当に小さな手がかりですけども。ところがこのナッシュビルの UFO というのは偽物だというふうに今は断定されています。というのもですね、これをまあ、画像処理してみましたら、まあ、いろんなものが映ってたんですね。まあ、明るくしてましたら、ここにレンズフレアがある。まあ、レンズフレアがあるから偽物ってことにならないでしょうけども、天井灯がここに映っているとか、ここに足場があるとか、まあ、そういうふうに見えなくもないんですけどもね。で、隅の部屋の方、隅が映っているとか、まあ、ここにも足場があるとか、それから写真タウンが左の下にあると、これが一番怪しいんだということで、このナッシュビルのこの写真は全面的にまあ否定されてしまったわけです。まあ、その時のまあナッシュビルの、まあ、UFO の時の写真がこれらなんですけども、まあ、偽物ということになって、でまあ、そうかなと。でもこのナッシュビルの UFO はこのちょうどライトの数が10個あるような感じなんですね。ただはっきりしません。複数のライトが重なっている部分もありますから、まあ、ですから10個とは分からないんですけども、まあ、形もよく似ているということで、まあ、これに注目して着目してみたわけですね。注目してみたわけです。ところがですね、まあ、この UFO 問題というのは嘘の向こうに真実があり、真実の向こうに嘘があるという感じで、もうごちゃごちゃなんですね。で、このナッシュビルの UFO についてですね、今度はですね、アメリカの海軍の司令官が実は本当だったということを最近言い出したわけですね。ですからまた嘘の向こうに真実があり、真実の向こうに嘘があるというふうにまたごちゃごちゃになってきてるわけです。ですから一応ナッシュビルの UFO 事件について皆さんにここに報告いたします。で、まあ、実名入りでですね、グラハム・ベスユームっていうか、
方ですかね、海軍司令官が実は本物だったんだ、本当の話だったんだということを最近になって言い出したんですよね。となるとまた分からなくなってくるわけです。まあ皆さんどのように判断なさるでしょうか。で、写真家の話もレポートとして挙げられているわけですね。まあ、ということで、UFO 問題っていうのは大変難しいです。これは検証のしようがありませんからね。上から下を見た UFO っていうのは割と検証しやすいですけども、この下から上を見上げて、そこに写った写真の UFO の検証っていうのは、まあ、ほぼ不可能ですね。ですから、まあ、UFO 問題を取り上げますと賛否両論がドドッと出てくるわけです。ですから、まあ、ブリストル島のあの謎の物体についても、あれ本物だったら大変ですからね、大変なことなんですよ。世界の歴史がひっくり返るわけですから、考古学もひっくり返っちゃうんですからね。ですから、まあ、結論を出すとしても慎重に出さなくちゃいけませんし、極めて慎重に言ってますかね。やっぱりこう、検証しなくちゃいけないということになってくるわけです。まあ、ともかく私にはもうこれ以上検証のしようがありませんので、しばらくブリストル島の、謎の物体については、まあ、新しい情報が入るまでね、しばらく遠ざかるつもりでいます。また明日ね、この次から別のテーマで、何です。まあ、古代のね、謎に迫ってみたいと考えています。まあ、新しい情報がね、どんどん入ってきているものですから、本当に時間がなくて困ってるという感じの毎日です。まあ、この話をこう読んでますと、はい。でも私の場合は UFO を見た方とかね、あるいはそういった報告を受けますと、必ずその方にね、直接会って、そして話を聞いて、信頼が置けるものかどうかってことをね、確認した上で、皆さんに報告しています。まあ皆さんはどのように判断なさいますでしょうか。やはりこの証言してくださる方っていうのは一度会ってきちんと話を聞いた方がよろしいですね。だからといってね、その方の言ってることに信憑性がないってことじゃないんですよ。やはりこのなんて言いますかね、例えばこういうナッシュビルのこの目撃の人の話についてもですね、私ならやはりこう、はい、写真家に、てか当然ですけどね、私ならというんじゃなくて、この写真家の方に直接会って話を聞きたいですね。これなんか、この写真なんか提灯っぽいんで、どうかなと思うところもありますし、これはどうかな、またこれは全然違った種類のもののような気がいたします。ですから、いろんな写真が出回ってるというか、
いう感じは持ちます。持ちました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!